早春の阪神にスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ダイナスカーレットの5番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、ダイナスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはダイナスカーレット、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はダイナスカーレット、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番。いきますよ。2馬身3馬身開いて12番スーパークリーク、内から行く。少し離れて8番メジロマックイーン、並んでくる。それを見るように東海帝王、エアグルー続いている。内を回って2番内から内からナイスネイチャー。2コーナー回って向こう正面、ダイナスカーレットまだリードをキープしています。続きました5番2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、その内並んでスーパークリーク、8番続いている。外でエアグルー2番続いている。すぐに続いて東海帝王、1馬身離れて12番、さらにナイスネイチャー。そしてその後ろから行くのはエイシングフラッシュ、1馬身差13番、その後ろにマチカネ福来た。少し後ろから15番後方2番手に7番16番、現在シンガリラ、ダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット彼女の客室には合っていますね。第6コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。スーパークリーン、ここで上がってくるスーパークリーン、見事な5号抜きを見せる。残り200、スーパークリーク抜け出した。先頭スーパークリーク、しかしその差はわずか。ダイナスカーレット、クリスチャンスーパークリーク1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制したスーパークリーク、春の中距離最強ウマ娘の称号を見事に獲得しました。2着はダイナスカーレット、3着はナイスネイチャー。一着です。